はい、どうもピロチでございます。ヒクジョシーズン69、6日目の一戦やっていきます。ってことで、トリどうだ。トリデがレベル5、タイヒコがレベル2、白のフリンがレベル5、強子がレベル3、回復の音はレベル5、サクセンスはレベル6マックス。まずは一つのピアニー、祈りしようか。あとは自前スキルですね。全員で攻撃の式。次に二つのベロニカ、基準値上げたんだ。二体引いた個体値があんまり良くなかったのかな。ほぼ自前スキルですね。全員で死の吐息と。次に七突のゴードン。一見弱そうに見えて厄介なんですよね。どんだけ攻撃っていう文字が並んでんだこれ。攻撃3ぐらいの攻撃の後部からの攻撃の紋章。離脱持ってんだ。珍しいですね。で、なぎつきの勇者弓。で、十突鼻中のロイ君。ヒットボールが高かったらとにかく切り返し、普通に切り返しか。で、エンハンからの天空とか。なんかザ・主人公って感じのスキル構成ですね。で、次に一突の電子枠は、太陽。あとは自前スキルで全員で空戦。で、最後に二突のオフェリア。自前スキルかな。ね。で、全員が不動の姿勢じゃなくて、鬼神秘の一撃と。というわけで、待ち伏せ対策としてはベロニカぐらいなんですけど、ちょっとこの空戦がゴードンの前に来ちゃうので、とりあえずベロニカ落とそうかなって思ってるんですけど、あと、それやっちゃうと多分、そう、電車枠まで来て一発握手会で終わっちゃいそうなので、ここは落ち着いて処理していきたいかなと。処理というか、落ち着いて電子ワークを受けようかなと思ってます。チャイム鳴ってる。朝方撮ってます。8時半。もう出勤してからの、朝の、何ですかね、アイドルタイムというか、もう皆さんコーヒーを飲む時間に今、やっております。なかなかやっぱりこの、低空飛行というか、なんて言ったらいいですかね。なかなか安定しないですね。やらなきゃなぁと思いながら、結局、前の晩に、なんだろう。あれあれ、お酒飲んで撃沈しちゃうみたいな。次のターンに雷入っちゃうのか、もう早いな。ここまで想定してる感じです。で、もう、ベロニカ倒しに行きたいんですけど、ここで1ターン受けれるはず。これだけで。ピアニーに来ると思ってるんですけど、電車アクアが。で、エナジー取る準備もしとかないかな。1ターンしか猶予ないので、ここでいいのか。ここで最高度かけつさんです。ベロニカいただきます。あ、てか、ロイも浮くのか。見えてなかったな。普通に。あ、てか、ロイ浮く。ロイ浮きますね、これ。最高度。最高度かけてもらってもいいですし、逆にそっか、右下に来られたらまずいのか。ただ最高度かけられたところで、多分エイルなら問題ないし、ロイ届いてないですもんね。引くか？どうしよう。どうしよっかな。引きつけといてもいいのかな。結構厄介ですしね。そうですよね。作戦室が邪魔。あ、いっか。ここはしとこう。
で、ピアニーに引き付けられるから、一応追撃取られるんですけど、攻撃力42、15の2回ですよね。なんとかなるでしょう。電子ワーカーがやっぱり厄介なので、2回来るよね。あ、やべ救援か。あ、離脱か。そっか。ちょっと変な感じになっちゃいましたね。そっかそっか。おはよう。まあ一体落ちぐらいもういいかな。防衛の方も破られちゃったんで。ここで、あそこ引いとくべきやったか。ですね。ちょっと荒いな、今シーズン後半。報酬じゃ問題ない？もう螺旋状態ですしね。なんか攻めが雑ですな、今シーズン。というわけで、マイナス40か。はい、続きまして、6日目の防衛やっていきます。6日目は1名様いらっしゃってバリア中なんですけども、パーフェクト負け食らっております。いやー、とんでもないスペックの方攻めてこられましたね。いやー、バリア中でよかったんですけど。で、今防衛の方の戦闘キャラが余命サーヤかになってると思うんですけど、これも10突でえぐいことになってます。とりあえず見に行きましょうか。いやー、こりゃ無理ですね。で、キリアちゃんいてると思うんですけど、とんでもねえことになってます。で、まず端っこからいきますか。まずは10突のエイル。スキル自体はよくあるやつですよね。獅子粉塵さん。で、速さマブの連携なんだ。5符を捨てた。で、全員で速さの封印と。花ぐる上げてもいいような気するんですけどね。次に、無突のエイル。これはほぼ自前スキルですね。補助がぶちかましと。で、船員で守備の指揮。で、次に五突の竜帝。今シーズンボーナスキャラですね。いやー、いいステータスしてますね。で、さらにこの武器の効果で全ステップライオンでしょ。いや、普通に強いわな。でもなんか最近見なくなりましたよね。なんかこれ実装した時なんかすごいみんな10突作ってたような記憶なんですけど、どこに行ったんでしょうか。で、サリムしようかな、キリアちゃんは。で、今日も京都で嫁フィオルムいらっしゃいました。なので、レスト先生が発動しません。いやー、何かしらの何かしないとダメでしょうね、これから。ヒットポイント60、ギャルラルブーで3ですよね。なので、58になる馬の杖って、確か最近いただいたバレンタインシルクがワンチャンあるとかないとかなので、言うてこのベロニカもヒットポイント10上げてあげれば57なので、もうちょっとなのか。案外意識すれば、できるのか。ちょっと今後の課題ですね、本当に。ちょっとやられすぎです、この一つに。ということで、お待たせしました。十突のキリア。で、ステータスがちょっとおかしいことに、とりあえずなってるんですけど、攻撃力71。魔法が53と。守備も39まで行くんだ。で、速さが死んでるんですけど、何の問題もないんすよね。こんだけ守備魔法高ければ、そうなのか。で、この杖の効果で攻撃魔法がマイナ6。で、さらに B の攻撃魔法の投げで、さらにマイナス3と。合計マイナス9ですよね、攻撃と魔法が。なので、実質攻撃力が80。それで、受けならさらにプラ6するんで、攻撃力86ですよ。やべえなぁ。で、魔法攻撃なんかほぼ、
食らわないってことですよね。魔防が実質62とかなので。いやー、まあ、とりあえず、ご覧ください。とりあえず、罠潰しに来て、これちょっと痛かったのかな。40はでかいですよね。で、とにかくキリアを、防御以下に送る、形の陣形を取ってますね。引き戻しして、ぶちかまししてという感じですか。そこからもうどうしようもなくなりましたね。あの硬さで床に乗られたらもう無理ですね。あー、リリーナゼロ。いやー、扇でもゼロですしね。なんなんこれ。で、デバフ入ったことで、ちょっと殴れましたね、今。22入れた。ただもう普通のやつじゃもう何もできないですね。もう眺めてるしかできないんですけど。逆に誰で倒せんのこれ。いやー。なんか、凪系のスキル、だいぶ、だいぶ恐ろしいことになってますね。で、デューテが来る。で、まだエナジー、これ、取りに行けてないですね。やっぱ取りづらいですね。この拠点の右上にあるエナジーは。このベロニカを普通に受けてくるしね。そんな弱くないはずですよ。見れるかな。あー、でもデバフ入ってんのか。43じゃダメですね。速さは高いんですけど。あー、なるほどね。でも何気に6ターン目か。結構頑張りましたね。これで倒せなかったら僕の勝ちやったんですけども。いや、無理やろな。デューテとキリアが近くにおって。ただ耐えるね。ね。オリビエ、お疲れ様でしたと。あー、とりあえずバリア中でよかったですね。いや、こんな強いか。はあ、一文字一も減ってないですしね。まあ、あれか、エイルで普通に回復されただけか。ああ、一応相性良さそうですね。エイルの自動回復と。こうも華麗に壊滅させられるとは、さすがですね。いやー、こういうキャラ増えてくんのかな。ちょっと本当にインフレが、すごいですね、最近。あの、伝承クルモも大概ですし。はい。とりあえず、6日目は、攻めの方がマイナス40で、はしごは 1消費。で、防衛の方はマイナス20と。で、合計マイナス60ってことで、まあ、この感じならエナジーうまく取れれば、また1回27回にはいけるんじゃなかろうかと思っております。はい。そしたら、以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。